ただ問題なのは爆発の原因がどうであったかということではなくて今大量の放射性物質を抱えたまま溶けた炉心がどこにあるのかということだと私は思います。残念ながら それもし事故を起こしているものが火力発電所であれば私たちは事故の現場に行って現場を見ることもできるし壊れた部分を触ることもできますそして一つずつ直していけばいいというのが火力発電所です。 Uh, but unfortunately, we, we have no way of, of uh, figuring this out. If it was, a, for example, a coal power plant, uh, at this point we would be able to go in and, and touch the material and look at it more closely and figure out what's going on. But um, that's not the case with this kind of power plant. そして今回のような事故は、先ほどアクシデントと呼んではいけないとあのご指摘あった、まさにその通りなんですね。アクシデントというのは、予想できなかったから事故だというわけですねで。でも本当は予想もできた、こういう事故が起きることを予想もできたのに、彼らはアクシデントと言って片づけてしまう。予想できなかったと彼らは言う。で予想できなかったがために、何の準備もしていなかったし。 どういう状況になるのかということを知るための測定器すら配置がされていませんでした。 そのため、先ほど聞いていただいたように、溶けた路心が今どこにあるのかすらが分かりません、でも皆さん、ちょっと想像してほしいのですが、路心というのは、ウランを焼き固めた瀬戸物セラミックです。 皆さんが家庭で使っているお,お皿とかカップとかそういうものと同じようなものですそれを皆さん熱をかけて溶かすことができるでしょうか It's the same material that you use at home with your plates and cups and things like that. Uh, and can you imagine? Can you melt that with, uh, by adding heat to it? <laughs> uh, that stuff you can't uh, melt unless you have 2800 Celsius of heat uh, uh, put to it. でも実際にそれが溶けてしまったと言っ,てるわけです言ってるわけですし、溶けてしまったものは皆さんが家庭で使うお皿1枚、カップ1個というのではなくて、全体の重量は100トンあります。 100トンものある瀬戸物が2800度を超えてドロドロになって溶け落ちたと言ってるのです。溶け落ちたところは原子炉圧力容器リアクタープレッシャーベッセルという鋼鉄の容器ですけれども鋼鉄というのは1500度にもなれば溶けてしまうわけですから当然その容器も溶けて下におさらに下に落ちてしまいました。 そしてそのじゃあ溶けた100トンの瀬戸物はどこに行ったかというと、えー、原子炉格納容器コンテインメントというものの底に落ちましたコンテインメントもまたスティールでできています。So where did the

しかし、そんなことを東京電力が見たわけでもないし、測ったわけでもないのです。単に彼らが計算をしたらそうなったと言っているだけで、そういうものは私は到底信じられないと思います。ひょっとするとすするでに 溶け落ちた炉心が格納容器すらを貫いて、すでに地面に潜り込んでいってるかもしれないと、そういう状態になってる可能性があります。そうなってしまうと、放射能が環境中にどんどん漏れていく。 多分日本の場合は海ですけれどもということを防げなくなってしまいますので私は原子炉建屋の周りに深い地下に壁を巡らせる必要があるということを去年の5月つまり1年前から主張してきました。Uh, when

私の知っていることはそれだけです。なんとかあの一刻も早く放射能が外に漏れないように対策を取らせたいと今でも思いますし、私のできることをこれからもやりたいと思います。